こんにちは、横浜の英子です。2日前に初めてプラセンタ注射を打ってきまして、その時のお話をさせていただきます。よかったら最後までご覧ください。3週間ぐらい前なんですけれども、子宮がん検診を受けるために産婦人科に受診したんですね。その時に40代50代ぐらいの綺麗な女性が保険証を出してプラセンタ注射をお願いしますっていう方が結構いらっしゃったので、私正直椅子に座っていたんですけれども、びっくりしたんですね。それから自宅に帰っていろいろ調べてみたんですけれども、プラセンタ注射を打つことによって更年期障害、いろいろな症状に有効ですっていうことですとか、あとはシワの改善、たるみの改善、美肌などなど書いてあったんですね。もう正直それを読んだ時に私は目から鱗だったんですけれども、私もすぐ予約をしまして、最初は先生との診断があるんですね。それで打てますっていうことで2日前に打っていただいたんですけれども、副作用がほとんどなく、強いて言えば内出血、私は手に打っていただいたんですけれども、こういう風な形で内出血が残るんですね。ですのでお腹に打たれる方もいらっしゃるみたいなんですけれども、私は初めてで何もわからなかったので手に打ってもらいました。その後看護師さんとのお話がいろいろとあったんですけれども、やはり聞く人と聞かない人とかなり分かれるみたいなんですね。でも副作用もなく安全ですよっていうことで私は打っていただきました。やはり看護師さんのお話ですと、女性ホルモンをの注射とか薬はやはり結構リスクが大きいっていうことで、子宮がん、乳がんになりやすい傾向があるので、その点プラセンタ注射は副作用もなく皆さん気軽に打っていかれますよっていうお話をされていました。またプラセンタ注射を打った後はプラセンタ注射プラス軽い運動と大豆イソフラボンを取ること、あとは3つ目なんですけれども、ストレスをためないこと、またさらに効果がよく出ますっていうお話だったんですね。で、私が驚いたのは産婦人科で保険適用内でプラセンタ注射ができるっていうことにすごくびっくりしたことと、看護師さんのお話ですと銀座とかで打つとかなり高い金額になっているみたいなんですね。ですが産婦人科の保険適用内で打てば1本1000円以下なので、これから続けていきたいと思っています。初めて打ってまだ2日目なんですけれども、やはり私が感じていることは体がすごく楽なんですね。今までどちらかというとすぐ更年期症状としては疲れやすくなってしまったり、いろいろあったんですけれども、体がとにかく軽いなっていうのは今私がすでに感じていることなんですね。ですのでこれからまた
打ち方としては1週間に1回の方ですとか1ヶ月に1回の方ですとか、打ち方はいろいろ自由みたいなんですね。ですのでこれから私も続けていきたいなって思っています。また効果が出ましたらご報告させていただきます。更年期障害で悩んでいる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、少しでも参考になればと思い動画にさせていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。